さあ今回は兵庫県の尼崎市にやってまいりました、はい。そして私たちがいるこの場所ですけども、阪神電車の尼崎駅のホームであります、はい。今日の調査対象ですが、あちらご覧ください、うん、目の前にお城がそびえております。尼崎城ですね。尼崎城、どうしてこんなところにお城があるのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの尼崎にはですね、江戸時代を通じて立派なお城が存在したんですね。工業都市として知られる兵庫県尼崎市、かつてこの地域が江戸幕府にとっての重要拠点となっていたことをご存知でしょうか。その中心となったのが江戸初期に築かれた尼崎城、大阪の西の守りの要として250年もの間勇ましい姿を誇りました。今でも町を歩くと城下町の面影を伝える寺町や、外堀の役目を担った川が残り、その歴史を感じることができます。そんな尼崎の駅前に145年ぶりによみがえった尼崎城、大人も子供も楽しめる町の新たなシンボルの魅力とは。今日の若い市調査隊は尼崎城の歴史と新たな魅力に迫ります。まずは江戸時代に築かれた尼崎城のかつての姿から調査開始。調査隊が向かったのは駅から徒歩15分ほどの場所にある小学校です。この小学校のあるこの場所あたりがですね、もともとの尼崎城があった場所になります。こちらにそれを示す碑があります。こういう場所にそびえ立つわけです。今現在ですね、新しい尼崎城が作られているのはここから300メートルぐらい離れた場所になるわけですね。実はかつての尼崎城は甲子園球場のおよそ 3.5 倍に相当する広大な城でした。本丸を三重の堀が取り囲んでいて、現在城が再建されている場所は西三の丸のあった付近です。明治に廃城になった後、本丸跡は学校用地へと姿を変えていきました。本丸跡の北側に回ってみると、こちらご覧ください、何気なく石が置いてあります。これ尼崎のお城に使われてた石、いろんな調査でですね、発掘された石なんですね。そしてこちらにですね、歴史博物館ができているんですが、はい、この建物もなかなかちょっと特徴的なね、風情のある建物で、昔の女学校だった建物ですね。この歴史博物館の中にお城に関するいろんなものが展示されています。はい、昭和13年にできた高等女学校の校舎を利用した歴史博物館、尼崎の歴史を伝える貴重な文化財などが展示されています。調査隊は尼崎城についての資料が残る部屋へ。こちらの部屋にですね、はい、かつてのですね、本丸を再現されています。おね、あ、広いですね。これを見ればですね、もともとの尼崎城の本丸がどういう構成になっていたのかよくわかります。一番あの奥のところにね、はい、4層のですね、天守がありますね、はい。そして、まあ、櫓を、まあ、三方囲ってる、周りを、まあ、堀で覆ってるという感じですけども、なかなか立派でしょ。規模が大きいですね。規模が大きいですね。実際的にその政務の中心になったのがこの本丸御殿になるわけです。政務に加え、儀式の場や藩主の邸宅などがあった尼崎城の中心部、大小100以上の部屋があり、中には金の間と呼ばれる豪華な貴賓室も。そこに当時かけられていたと言われる貴重な鬼瓦も展示されています。そもそも尼崎城が築かれた背景には何があったのか、ここからは学芸員の新里さんにお話を伺います。当初尼崎藩スタートした時には5万石ですよね。あ、そうです。5万石にしたら本丸が意外に立派な感じしますね。そうですね、やはりあの大阪城の西の守りということで、しっかりとしたお城が作られたんじゃないかというふうに思います、
尼崎城の築城が命じられたのは1617年、大阪夏の陣で豊臣方が敗れた2年後です。徳川幕府は西日本の体制を整えるため大阪を幕府の直轄地にしますが、周辺は外様大名に囲まれていました。そうした大名を牽制し大阪を守る砦とするべく広大な城が作られたのです。今現在この本丸御殿の建物を含めて何かこう、これは尼崎城の、旧尼崎城の遺構だと言えるようなものはもうほとんどないという、ね、そうですね、もう内堀も埋められてしまいましたので、はい、明治に入った1873年に廃城になると石垣などは港の埋め立てに使われたとも。いつしか尼崎城は幻の城になってしまったのです。市では1987年から地道な発掘調査を進めていて、少しずつではありますが実態が明らかになってきています。新里さんは現在のですね、新しい尼崎城に関してはどんな印象をお持ちでしょうか。史実通りではないだったりとか、建物自体も鉄筋コンクリートで作られてますので復元天守じゃないというふうな意見も、ちらほら聞いているんですけども、その中で天守が再建されたことによって、尼崎の町に尼崎城があるっていうのが一目瞭然になったと思いますので意義が大きかったんじゃないかなというふうに思います。でもいろいろね尼崎城のことを学んできましたけど、はい、ちょっとお城見てみたくなりますね若市さん。では、はい、ぼちぼち行きましょうか。行きますか、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう、はい、それではいよいよ145年ぶりに再建された新尼崎城へ再び駅前に帰ってきましたけど、はい、ね、近づけば立派ですよね。うわ、近づくと立派ですね。綺麗ですね、はい、そしてこちらが、はい、将棋川ですね、うん、この将棋川とそれから大物川、そして、南に向かっている海ですね、こういう水の砦に囲まれる形でですね成り立ってた、お城なんですけども、うん、こちらにですねこのお城を築城したですね戸田左門氏兼の顕彰碑があります。大変立派な業績の高い藩主なんですけど、尼崎藩の初代藩主ということになります。うん、うわあ、ね、こうして近づくともうこの白さが映えますね、空に、ね、はい、綺麗ですね、綺麗ですね、うん、もう昔からここにずっとあるみたいな雰囲気がありますね。そうですね、うん、これって昔あった天守の形をそのまま再現してるんですか。そのまま再現してということではありません。本来の天守に関しては4層4階の建物なんですけど、今再現されたものはこれ、4層5階建てになってます。石垣の作り方もですね本来石垣の組み方とは違っています。いろんな意味でアレンジはされてるんですけども、他にも天守の両側にある付け櫓の位置やお城の場所向きが当時とは異なりますが、唐破風や千鳥破風の装飾など細かに再現されている部分も。さらにこれ控え柱っていう呼ばれるもんですね、はい、これね塀だけではですね、弱い可能性がありますので塀を補強してこういうのが再現されているのが嬉しいですね。そうですね、意外にね、はい、あるようでないんですね、そしてね近づいてみればですね、はい、窓にガラスが入ったりしてますね。あ、本当だ。こういうのがまたちょっと新しいところで言えば新しいところですね、うん、確かに。この場所は城址公園として整備されていて、天守は360度どこからでも眺めることができますが、若市さんお気に入りの場所がこちら。私個人的には一番この辺りからの角度が好きなんです、はい、いろんな変化はあるんですけども、もう造形物として十分ここから見たときにですね、壮大な美しさをこう見て取ることができますよね。これがまた現代に、平成に蘇っているっていうのが素敵ですよね。そうそうね。それでは天守の中へ。西側の付け櫓が入り口になっています。わあ、建物はやっぱり新しいですね。新しいですね、もちろんね。ここは自由にどなたも、はい、無料で入ることができるスペースです。そうなんですね。こちらにですね、はい、このお城の出発点に関する情報があります。ここにちょっと説明があります、
阿保明さん。え、天ヶ崎城天守寄贈者。え、この方このお城って一人の方によって寄贈されたんですか。もともとはそうなんです。阿保明さんというのは旧緑殿下の創業者。創業の地に恩返しをしたいと私財およそ12億円を投じ、天ヶ崎城の天守閣を再建、市に寄贈しました。調査隊でもその計画が持ち上がった際調査に訪れていて、当時も大きな話題になりました。さまざまな人たちの思いが込められた天ヶ崎城、まずはエレベーターで最上階へ。さあ5階です。はい、こちらがですね、はい、我が町展望ゾーンになってます。おお、わあ。ここのですね、はい、スペースの一つの楽しみ方がこれです。うん、これをですね動かしますと、江戸時代このお城が実際にあった時に周囲がどうだったかということがここの中に再現されてるんです。そして黒木さんちょっとね注目してほしいんですが、はい、ここに本来の天守が見えています。あ、この小さな、あ、ね、本当だ。先ほど行きましたね、学校のとこね、本丸があったんだという、はい、行きましたけど、その脇に高速が、走ってるわけですからね。天ヶ崎ってのはまあ、ね、はい、高度経済成長の時代に、まあ、工業都市化されましてね、うん、はい、この海辺の雰囲気ってなんかそういうのが、まあ、残ってますよね。で今から思ったらちょっとびっくりしますけども、天ヶ崎藩が始まった時の領地ですね、領地のエリアというか、西はですねなんと須磨辺りまで天ヶ崎藩の領地だ。だから漁業も盛んでしたしね、それから、まあ、天ヶ崎江戸時代はお酒もたくさん作ってましてね、もっと大きな、もっと豊かなエリアだったということです。今と昔の景観の違いを楽しんだ後は調査隊ならではのフロアへ。さあこちらが3階ですけども、はい、この階は大変楽しい階で、楽しい階、なりきり体験ゾーンなんです。こちらでは武士やお姫様、さらには忍者などのコスプレを無料で体験することができるんです。ということで調査隊も体験。姫、いいもんじゃな。嬉しそう。ちなみに本丸にあった金の間をイメージした大広間で記念撮影もできるそうです。最後にやってきたのが2階です。こちらがですね、うん、天ヶ崎城の歴史をたどることのできる展示コーナーになってます。天ヶ崎城ってどんなお城とかね、うん、天ヶ崎城の来歴がここに全部分かりやすくまとめてあります。そして一番初めにお城を作ったのが戸田市、その後青山市になって松平市、天ヶ崎で12人の藩主が、このお城を、まあ、支配してたということなんですけどもね、戸田氏兼っていうのは、うん、天ヶ崎城を築いた功績を高く評価されましてね、はい、徳川が、まあ、大阪城を復興するということになった時に戸田氏兼が大阪城を復興するですね、中心人物として、まあ、採用されてるんですね。今でもね、はい、この、大阪市の境目に左門戸川とかね川がありますけども、その左門戸っていうのは左門殿と書くんですけども、はいはい、お殿様の名前が残ってるということで、うん、それだけね、はい、城下町の開発特に治水にも長けてたんですね。今の、まあ、天ヶ崎のベースを作るという上ではこの初代藩主の戸田氏兼というのは大変大きな功績が残ってます。天ヶ崎城を巡る歴史に加え、こちらでは本物そっくりに再現された鉄砲や刀の重さを体感できるなど、遊びながら学ぶことができるんです。さらには最新技術を使った体験コーナーも。ということでここからは天ヶ崎城を知り尽くす方たちにご登場いただきます。天ヶ崎城三人衆の皆さんです。おどうぞどうぞ。ありがとうございます。天ヶ崎城へようこそ。僕たちは天ヶ崎城三人衆です。よろしくお願いします。皆さんは天ヶ崎城週末には大体いらっしゃるんですかね。そうなんですよ、週末には、はい、お城でおもてなしやガイドツアーをさせていただいております、はいはい、そんな天ヶ崎城のスペシャリストに教えてもらったのがバーチャル剣術体験コーナー。週末には子どもたちが大行列を作る
人気のコーナーなんだそうです。疲れるけど楽しい。結果が出てきました。はい、武士と剣豪やった。殿の敵が打てましたね。殿の敵。400年の時を超え蘇った新天ヶ崎城、時や世代を超え愛されるシンボルとして新たな歴史を歩んでいきます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。